例えば試合の選択であったりにも取り入れていってました。もしそれで内定出なかったら、もうこっちからじゃあなって言ってられるぐらい強気でいいと思う。なんで竹下さんはじゃあソフトバンクであったり他の有名会社に内定されてると思いますか？どうもしゅんです。こんにちは。みんな元気してる？ということで本日は合格者面接ソフトバンク編ということで、ソフトバンクに合格した就活生の方に来ていただいてます。竹下さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ということで今回は南さんにはソフトバンクの、まあ、採用担当として振る舞っていただけたらなと思ってます。ではよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。じゃあまず1分間程度でいいので、自己紹介、自己 PR を教えてください。はい、私は岐阜大学大学院に所属しています、竹下健太郎と申します。主な研究テーマはネットワークセキュリティで、不正侵入検知システムについて、深層学習を用いて多段に構築することによって、検知精度の向上を目指してきました。今後はニューラルネットワークの学習そのものの方法を検討していき、継続的な学習を行うことができるように研究を進めています。部活動では小学校1年生から大学4年生の頃まで野球を行ってきました。特に中学生と大学生ではキャプテンを務めさせていただき、チームを引っ張る経験もしてきました。本日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ですね、今回そこは引率なんですね。はい。技術者、志望する部署としてはどっちですか？技術職か総合職かというか。技術職ということを考えて、特にネットワークに携わる、開発であったり研究を行いたいなというふうに考えています。あ、了解しました。了解しました。なるほど。了解です。じゃあちょっとご自身の学生時代のことを振り返っていきたいんですけど、はい、中高野球で大学は研究だという話だったんですけど、まあ大学時代において、最も自分が、壁にぶつかったけれどもその壁を乗り越えた経験が一番大きかったなと、自分の人生の中で一番大きかったなと思う経験があれば教えテーマは何でもいいので教えてください。はい、わかりました。先ほど申し上げて、私は大学1年生や大学4年生の頃までは硬式野球部に所属していたんですが、そこでの経験が大きかったかなと個人的には思っていて、その中でも、大学3年生の夏頃からキャプテンを務めさせていただいて、チームを引っ張る経験をしたんですが、キャプテンを務めるにあたって、リーダー像って大きく分けて2種類あるのかなというふうに個人的には考えていて、一つは背中でチームを引っ張る、いわばカリスマ的リーダーで、もう一つはチームの意見をまとめていくチームワーク的リーダーだったと思います。私の所属している大学は国公立大学で、陸戦戦う相手は私立大学のみだったので、個々のポテンシャルではなかなか厳しい戦いになってしまうのではないかなと考えていたので、チームで束になって戦うしかないというふうに考えていました。そのため、先ほど私が申し上げた、リーダー像など、後者のリーダー像を目指してチームを指揮することに決めていました。具体的な行動として、様々な人から意見を聞いて、それをできるだけ実行に移していきました。今までの経験の中で、ミーティングなどで意見を出したり、まとめたりということはあったんですが、そこで意見を出すことにとどまってしまって、なかなか実行されないことがほとんどだったんです。しかし、実際にやってみないとわからないことも多くあるのではないかなと個人的には考えていたので、私は聞いた意見をできる限り積極的に練習や、例えば試合の戦略であったりにも取り入れていきました。もちろん、その様々な人から意見を聞いているので、どうしても意見が衝突するという恐れが非常に高くて、実際、意見が割れてしまうことも多くありました。ここで非常に私は、意見をまとめることに関して苦労してしまったんですが、その時には、私が所属しているチームが約20名から30名ほどと、比較的少ないチームだったんですが、それもあって、多少手間や時間はかかってしまうんですが、その意見が衝突してしまったその都度、ミーティングを行って、納得するまで話し合いました。まずはお互いの言い分を聞いて、どのような意図でその意見を持っているのかというのを、個人個人にも明確にしていただいて、その意見が、新チーム発足当初に決めたチームの方針に残っているのかというのを確認しました。そのような話し合いをしても解決しない場合は、双方の折衷案を提示させていただいて、それで納得できればその方法を採用するという形を取っていました。このようにすることによって、やはり時間と、労力がかかってしまったんですが、お互いが、同じ方向を向いて活動することができたため、結果的には、私は大学4年生の春頃のリーグ戦では、約1年半ぶりとなるリーグ戦の勝利を収めることができました。了解です。じゃあ、そのご自身が持っている、強みの部分ですね、その強みの部分が野球以外でも発揮されたシーンがあれば教えてください。
今私が話したところが、話した強みの部分が発揮されたと、今考えると、他の他社さんのインターンシップでのグループワークの時に非常に活かされているかなと思います。私自身は中学生の時にも、キャプテンを務めさせていただいたという経験もあってリーダーとして、話を進めていこうと考えていたんですが、他に、より最適なリーダーの方がいらっしゃるということもあったので私はサポート役に回ってまず意見をまとめる役、司会進行をそのリーダーの方に任せて意見をまとめて、まあ、初期点意見をまとめるというような係をさせていただいて、まあ、その結果スムーズに、その話し合いであったりグループディスカッションが続く、うまくいった経験があるのでそういった点にも活かしていているのではないかなというふうに思っています。わかりました。じゃあご自身が考える自分自身の弱みって何だと思いますか？私の弱みに関しては、一つのことに集中しすぎて他のことがおろそかになってしまうというのは非常に多くて、そこが私の弱みだと考えていて、実際過去にも一つのことを一つの課題に集中しすぎて他の課題に関して手が回らなくなってしまい、提出期限が遅れてしまったり質が下がってしまったりということが実際ありました。そのような、失敗を繰り返さないためにも、現在はやることリストというものを、まあ、簡単にタスクの内容と、期限まとめたものを、ホワイトボードに書き出したり、ワードファイルにまとめたりするなどして、少しでも要領よく作業を行うことをできるように努力はしています。了解です。ですね、じゃあ次に、志望動機の方を聞いていきたいんですけれども、はい、弊社を志望している理由を教えてもらえますか？はい、私が本社を志望した理由は先を見据えたビジョンを掲げられているということと本社の理念として掲げられている5つのバリューに関して私自身非常に心を奪われたからです。もちろん他社さんでも中長期的戦略として30年ビジョンを提示されている、ところは多くあったんですが、本社の掲げる300年続く会社にしていくというビジョンには私が考えていたスケールを大幅に超えていたのでまずは非常に驚きました。300年後も成長を続けているとなると現段階でも危機感や責任感を持って働いていかなければならないのかなと思うので、その分、社員の方のモチベーションも高く、仕事に向かわれているのではないかなと思っています。さらに、そこと繋がってくるのですが、本社の理念として掲げられているバリューとして、脳がちぎれることを考えるといったものや、圧倒的ナンバーワンを目指すといった非常に強いメッセージ性を持って伝えられていました。これを最初見たときは鳥肌が立ってしまったんですが、御社であれば他の企業では経験できないようなもので貴重な体験ができるのではないかと考えました。以上のことより御社を志望いたしました。なるほど。実際たけしさんが、就職活動をした期間って何ヶ月間ぐらいですか？インターンシップに参加したというところから考えると、昨年の9月からになるので、約半年ほどになると思います。で、実際、弊社の社員に社員訪問したことってありますか？そうですね、私自身からアプローチをかけて、社員訪問させていただいたということはまだないんですが、御社の社員の方からメッセージをいただいて、そこで面談をの時間を設けていただくという、機会がありました。面談は具体的にどのくらいやったんですか？頻度と時間はどのくらいで？そうですね、一度だけしかやってはないんですが、2、30分ほど時間を取っていただいて、簡単な会社の概要の説明と、あとは、そうですね、簡単なディスカッションのみなので、私個人の自己紹介と、相手側の社員の方の自己紹介と、このまま質問、質疑応答の時間が設けられていました。実際、志望度でいうと、弊社は、竹下さんの中で何番目ですか？そうですね、現時点で、まあ、正直なところ、第一志望というのは言い難くて、というのは、ネットワークの研究開発に携わる仕事がしたいというのはもちろん考えているんですが、特にその中でも 5G ネットワークの開発をしていきたいと考えています。で、本社ではパブリック 5G に関して非常に注力されていると思うんですが、私の中では、それとは別のローカル 5G に関しても非常に強みがあると考えているので、中部地方でローカル 5G に関して力を入れたいと、伺った、固定通信事業を展開されている企業も、現段階では考えています。了解です。どっちも相手が出たらどうされますか？そうですね。現時点でもうどちらかに決めろと言われたら、私は仕事を通して、まあ、世界中の方々に幸せになっていただきたいという気持ちが強いので、まあ、できるだけ多くの方に喜びを届けられるという点で、本社が第一志望ということになるかなと思っているんですが、今後の、他社さんの面接なり面談を通して理解を深めた上では、ちょっとまだ現時点では明確に答えをすることができないです。
今キーワードとして世界中って言葉が出てきたんですけど、あの弊社日本企業で日本で展開している企業なんですけども、はい、例えばアメリカとかイギリスとかって、まあ、世界的に有名なあの通信系の会社があるんですけれども、そっちを受けずになぜ日本企業なのかっていうのを教えてもらってもいいですか。はい、そうです。まずは、御社は身近な存在に感じたっていうのが一番強くて、幼い頃から、スマートフォンはまだ発達はしていなかったんですが、携帯、モバイル端末に関して馴染みを持っているので、そういうのは、親しみを持っている会社にまずは入って、まあ、恩返しというか、そこでどのような、何て言うんですか、経営というか、ね、活動されているのかっていうのを知った上で、まあ、日本の会社として世界に羽ばたいていきたいという気持ちが強いです。わかりました。じゃあ最後に、たけしさんが、大切にしている言葉や格言などがあれば教えてください。はい、私は小さい頃から祖父母になせばなる、なさねばならぬ何事もという言葉をかけていただいて、まあ、成長してきました。この言葉の意味は、多少困難に思えることであっても強い意志を持って行えば成功できるという意味なんですが、まあ、幼い頃はなかなかその意味もわからなかったんですが、成長してこの言葉の意味も分かってからは、困難な状況に直面したときに、その言葉を思い浮かべて、乗り越えてきました。これに加えて、これは何年か前の話になってしまうんですが、アルバイトの先輩との何気ない会話をしていたときに、まずやってみるという姿勢を大切にしているということをおっしゃっていたところに、人として非常に魅力を感じたので、ぜひ真似していきたいというふうに考えるようになりました。特に、私自身の学生生活も残りわずかとなってきているので、この貴重な時間でしか、経験できないことも多くあると思います。そのため、少しでも気になったことであったり、興味を持っていることに関しては、どんどんチャレンジしていこうかなというふうに思っています。私が今申し上げた2つの、言葉や格言に関しては、相反するものではなく、相乗効果を生むようなものと考えているので、これらの2つの言葉を、現時点だけでなく、これからの今後の、将来についても、人生において心に留めていきたいというふうに考えています。はい、ありがとうございます。了解しました。本日は面接はこれで終了しました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様でした。ということで竹下さん、久しぶりの面接いかがでしたか。いや、もう本当に半年ぶりだったので、まずは非常に緊張しましたね。じゃあ南さん、今の面接を終えて採用担当だったら通すか通さないか札をお願いします。バツです。なんでですか。理由いっぱいありますよ。実際自分でどうですか、自己分析して。そうですね、喋ってる内容が薄いのかなっていう。そこじゃないな。じゃあ上から順番にいっていきますと、はい、まずそのキャプテンをやっていたっていうところで、やっぱりこう人前で何かを話す、人に対してこうコミュニケーションを取るっていうところの場数っていうのはすごく感じたので、そこの喋り方とか印象に関しては丸なんですよ。それはもう一生の財産だと思いますので、すごく大切にしてください。で、今後もやっぱ人とどう接するかとか、人とどうコミュニケーションを取ったら相手が心が動いて、でモチベーション高く、まあ、業務とか、まあ、野球とかに取り組んでくれるかってところは一生使える財産なので、それは頑張ってください、これからも。はい、全体的に致命的な点が、まず竹下さんが話す時間が長い。あ、面接ってキャッチボールなんですね。で、今回もうピッチャーとキャッチャーみたいになっちゃってて、投げる竹下さん、受ける面接官みたいな、もうひたすら受けて、でボールこっち投げ返すまでもなく、またボール来るみたいな、それが5球10球と続いて、もう終わるかなと思ったらまだ続くみたいな、投げ込みがすごかったんですね。でキャッチボールになってないんですよ。キャッチボールになってないってことはかなり致命的で、面接官って1日に20人30人いる中でキャッチボールをしてないと記憶に残らないんですよ。だから今の面接をすると、多分次の人の面接をした瞬間に竹下さんのことは全部忘れる。だからまず話す時間を短くした方がいい。例えば野球部の話を聞いてても、多分3分ぐらい喋ってる。そうですね、長かった。しかも志望動機の部分でも長い、全部長い。なんで短く話してフックとなる言葉を使って、相手に質問をさせるっていうテクニックを使わないと相手の記憶に残らないんですよ。なんで僕だったら、挫折の話を聞かれたら、まず挫折だった時2つありますね、結論から言って、中に質問をしたくなるワードを作って、で30秒程度で終わらせる。で質問をさせて深掘りしていくっていうことをしないと相手の記憶には残りません。一方的に3分間喋っても何も覚えられない。
でキャプテンをやっていて人間を巻き込むっていう力が強そうだなって思ったにもかかわらず、就活のインターンシップのグループワークでいきなりサポート役っていう話が来たんですね。で確かに人間性も良さそうで、喋り方からしても、まあ、人から好印象を持ちそうな人間だなと思ったんですけど、でサポートみたいなびっくりしたんで、インターンシップで、まあ、サポート役でもいいけど、サポート役としてどうグループに対してリーダーシップを発揮したかっていう話は欲しかった。良かった点は弱みのことに関してもかなり正直だったじゃないですか。で正直な点はあれなんですよ、絶対に嘘ついてないなっていう風にな気がしたので、ここ嘘つく学生もいっぱいいるんですけど、そういうところ嘘つかずに、まあ、誠実に接しようとする姿勢っていうのは人間性として非常に丸です。なんで、まあ、包み隠さず人と接するっていうのは今後も続けてください。はい。で志望動機の部分は、まあ、抽象的だし長いしコピペだなっていう風にすごい思った。半年間の就職活動していてにもかかわらず1回しかなくて 3,40 分しか面談してませんってなると絶対嘘じゃんみたいな、志望動機だったら、ここも弱みと同じく正直に、志望動機は弱いんですけど、とにかく 5G に関して興味があるから、むしろ教えてくださいぐらいの正直さで言った方が本当に嘘ついてないなっていう風に分かるかな。だったら正直に言った方がいい。複数志望している中でまだ決められてないんですって言った方が信憑性があるし、だったら社員さんと合わせてください、時間くださいみたいな話をした方が印象はいい。ちなみに志望順位が現段階では1位っておっしゃっていて、はい、就活生だったら大志望って言わなきゃって思うと思うんですけど、正直に伝えてるっていうことに関してはどうか。ケースバイケースでございまして、採用人数の枠が多い会社なのか少ない会社か、多いと少ないの基準点はまあ曖昧なんですけど、100を超えたら多い、100を切ったら少ない、多い会社に関しては正直に伝えた方がよくて、第一志望じゃないんですけど興味がありますっていう、採用人数が多いってことはその分たくさん内定出すので、人間性さえ良ければ受かるケースが多いんですね、うん、そこは正直に言った方がいい。ただ採用人数が10人とかの会社においては1人蹴られるだけのインパクトが全然違うんですよ。1人蹴られただけでも絶対にやばいので、第一志望じゃないと絶対内定出さないっていう人数の部分の話なので、通信会社って1年間で多分500人ぐらい内定出すんで、それを見越して1000人ぐらい内定出すんですね。だから1人蹴られても痛くないんですよね。だから志望動機よりも学生時代頑張ったこととかを重視するケースの方が多いから、だから正直に言った方がいいと思う。もしそれで内定出なかったらもうこっちからじゃあなって言ったらあるぐらい強気でいいと思う。1個の指標が採用人数っていうことですね。ちなみになんで竹下さんはじゃあソフトバンクであったり他の有名会社に内定されてると思いますか？だから人間性だと思います。野球部でキャプテンをやっていていろんな人にもみくちゃにされてっていう、その人間性があったからっていう、人に対してのコミュニケーションが円滑に取れるっていうのはすごく強みだと思います。ありがとうございます。ちなみに竹下さん的になぜソフトバンクに受かったかっていうところを教えてほしいです。さっき僕が言った面談をしたっていう中でも、まあ、僕自身がネットワーク、特にネットワークセキュリティの研究をしているというところにも非常に効果を持っていただいたりはしたので、まあ、そういう面でそういう人材欲しいのかなというふうに思ってました。そういったネットワークセキュリティを研究している方多いと思うんですけど、その中でもなぜ竹下さんが合格したと思いますか？そういうところは人柄などを評価していただけたのかなというふうには個人的には思っていました。今見てる就活生が真似できるところとして受かるポイントって言ったらちょっとチープですけどありますか？一貫して自分の中で核となるものがあれば、そういう矛盾なりっていうのが一番いけないことだと思うので、そういうものを持ってるっていうことが大切なことかなと思います。じゃあ就職活動の中で意識していたポイントとか他にもしあったら教えていただきたいです。各々の企業に関していいところっていうのはどの会社にもあるとは思うので、その中で自分が何を大切にして企業を選んでいくかっていうのが大事だと思って、まあ、それが例えば給料であったり福利厚生であったりしてでも、まあ、それをメインに考えるのであればそれを第一に考えるべきであって、他のあここもいいなここもいいなではなくて、その軸をしっかり持つことが大事かな。竹下さんの場合はそれは何があったんですか？すごく悩んだんですよ。結局は中部地方で生まれ育った身なので、そこで会社と共に発展していきたいなっていうのと、まあ、ネットワークに関する事業をしていきたいなっていうのが大きくて、その他社のところに内定いただいたところに入社することになりました。最後になんですけど、今見ている就活生に向けてアドバイスであったり応援コメントをいただいてもいいですか？就職活動はおそらく耳にしたことはあるかもしれないんですけど、個人競技ではなくてチーム競技だとは思うので、実際に会って話をしたりするのでも本当にいいとは思うんですが、オンラインでも今はコミュニケーション取れる時代だと思うので、そういったところで情報共有をしていって一番自分に合った企業を見つけていってほしいなと思います。
さっき南さんからしたら×だけど他の人から見たら丸かもしれないし、ある種結構相性の部分もあると思うんですよね。でオンライン面接になってキャッチボールしにくくなってる環境があったりとか、一概に何が正しいって言い切れないので、全ての情報を鵜呑みにしないでいただきたいなとも皆さんには思います。就職活動の面接って映画の感想と一緒なので、映画の感じ方は同じ作品でも人それぞれなので、面接官によって感じ方も人それぞれって感じですね。ということで合格者面接シリーズこれからもやっていくので、よかったらチャンネル登録と、あと南さん SNS も下の概要欄からよかったらお願いします。本日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。